られた。開けて、お母さんの足ちぎれちゃった。お母さんの足ちぎれちゃった。お母さん。あら。うわー、ごめんなさい。堀川さん、ごめんなさい。堀川さんがここにいるって知ってたら、もっとゆっくり開けたんですけど。堀川さんも知らないから。プロデューサーですよ。ちょっとゆっくり開けてよ。ごめんなさい。だってこれすごくなんかリアルやんか。リアル。あれと思って。でピッて触ったらあれ。超ウケてるでしょ。めぐちゃん喜びすぎ。え、これ堀川さん？え、早くやってる。え、何の話？いじいじわる。誰だ？みはりさん。怒った顔も可愛い。怒った顔も可愛い。ごめんね。ごめんなさい。許してあげます。びっくりした。来月35歳になります。あ、その時はあれね、覚えてる約束なんだっけ、ほらお魚ちょっと高級魚ごちそうしてくれるって言ったじゃん。夢見てるのかもしれません。いや言ってた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 。振ってみよう。証拠 VTR どうぞ。え、早く言ったじゃん。ほらちょっと証拠 VTR どうぞ。ほら言ってる。早い。もうちょっと。もうちょっと。1.2。もうちょっと。え、早く言ったじゃん。ほら。ちょっと証拠 VTR。どうぞ。お母さんの誕生日が12月に控えていますので、その際には私がもう心を込めてお祝いしようと思いますので。え、本当？あ、じゃあ時知れずがいいね。高い方に来ましたよ。高い方に。その説にはまたね、こちらのインスタでご報告させていただきます。するの？するほら言ってる。早い。もうちょっと。もうちょっと。1.2。もうちょっと。青春でいるでしょ。大丈夫だよ。言ってた。ランチに行こうね。時知らず、ごちそうしてくれるって言うから。高い高い。